はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回の内容も本当に面白いです。今回扱っていくのは反復思考の確率を基礎から応用まで完全網羅していきます。まあ、この反復思考の確率、苦手としている人がかなり多くて、その原因は何といっても教科書にあるこの公式。この公式かなり複雑ですよね。でも初めに言っておくと、この公式絶対に覚えてはいけません。まあ、覚えちゃいけない理由っていうのは2つあるんですけど、まず1つ目はこの公式覚えられないですよね。まあ、頑張って覚えたとしても絶対にすぐ忘れちゃいます。で、2つ目の理由っていうのが、確かに基礎的な問題はこの公式を丸覚えして適用すれば解けるっていう問題が多いんですけど、問題によってはこの公式は使えない場合っていうのがあるんですね。そういった問題はこの公式の意味をしっかりと理解して応用してあげないと解けないんですよ。ということで、今回の動画の目的は、まずは基礎的な問題を通してこの公式の意味を理解した上で、この公式を使えない応用問題をしっかりと解けるようにすると、これがね、この動画の目的になります。この反復思考の確率、もう本当に分かっちゃえばめちゃくちゃ面白いので、ぜひね、この動画を通して反復思考の確率をマスターしてもらえたらいいなと思います。またこの反復思考の確率のいろんな問題を解きたい方は、ぜひね、徹底基礎講座が開講中ですので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。まずは基礎問題括弧1番から。コインを3回投げた時、表が1回出る確率は、ということで、コインを3回投げるわけですよね。そのコインを投げた時に、表が出る場合を丸、裏が出る場合を×というふうに表現してあげると、3回投げて表が1回出る、これってどういう場合があるのっていうふうに考えてあげると、まあ表1回で裏が2回っていうことなわけだから、順番として表裏裏の場合があるし、あるいは裏表裏の場合もあるし、裏裏表、この3パターンのね、出方がありますよね。3回投げて表がね、1回目に来る場合、2回目に来る場合、3回目に来る場合、この3パターンありますよと。じゃあそれぞれの確率を求めたいですよね。で、ここで表が出る確率っていうのは2分の1で、裏が出る確率っていうのは2分の1なわけなので、まず一番上についてみると、表2分の1裏2分の1 2分の1を掛け合わせてあげて、まあ8分の1、2分の1かけ2分の1かけ2分の1で8分の1、同様にね、これも裏表裏で2分の1 2分の1 2分の1これも2分の1 2分の1 2分の1なわけだから、8分の1全部8分の1になって、全部ね、合わせてあげると8分の3という風になるわけです。まあ、この問題はね、しっかりと場合分けしてあげれば解けるわけなんですけど、この問題をしっかりとね、分析していきましょう。まず、この表が出る確率っていうのを P という風に、まあ、一般化してみましょう。そうするとね、まあ、P っていうのは2分の1なわけなんだけど、裏が出る確率っていうのは表が出ない確率なわけだから1マイナス P ですよね。裏が出る確率っていうのは1マイナス P。そうすると、まあ、この3つの場合について見ていくと、表が出る確率、これ P。で、1マイナス P、1マイナス P と。表が P、裏が1マイナス P なわけだから、結局、まあ、この8分の1っていうのは P かける1マイナス P かける1マイナス P。だから、P カッコ1マイナス P の2乗っていう風になるわけじゃないですか。で、残りの2つについて見ていくと、裏表裏、これ結局1マイナス PP1 マイナス P の確率だし、一番下もね、1マイナス P1 マイナス PP で、3つとも結局ね、 P を1回かけて1マイナス P を2回かけてるわけ。何が言いたいかというと、この確率っていうのは順番を入れ替えただけなわけだから、確率は等しくなりますよと。で、この P カッコ1マイナス P2 乗っていうのが1個あたりだけね。1個あたりの確率。1個あたりの確率が P カッコ1マイナス P の2乗。まあ、今回 P イコール2分の1だから代入すると8分の1になって、このね、P カッコ1マイナス P の2乗が何個あるかって言ったら、1、2、3個なわけね。これが3個ありますよと。
こういう構造になってるわけなんですよ。じゃあここでね、反復思考の確率の公式をね、分析していきましょう。今反復思考っていうのは全く同じことを N 回繰り返しますよとね、この全く同じっていうのが大事なわけなんですけどね、コインを3回投げるとかっていうのは全く同じことですよね。確率が変わらない、まあ、これを反復思考というふうに言います。まあ、全く同じ、互いにね、独立な思考、反復思考を N 回繰り返しますよと。この時事象 A、まあ、確率 P で起こる事象 A がちょうど警戒起こる確率を求めてくださいと。これがね、反復思考の想定されている場面なんですけど、その時の公式っていうのがこのように表せます。 NCKP の形状 1-P の N-K 乗と。これはですね、覚える必要はない。どういうふうに見てあげればいいかというと、これ後ろと前に分けてあげましょう。この後ろが1回あたりの確率で、前がそれが何個あるのかっていうことに対応してるわけ。それについて見ていきます。まずこの N 回ね、事象を繰り返すわけなんだけど、この N 回の内訳を考えてみましょうね。そうすると A が警戒起こるわけですよね。 A が警戒起こるということは、 N 回の内訳として A が起こらない場合、まあ、A バー、A バーが何回起こるかというと N-K 回でね、 A が K 回で A じゃないのが N-K 回と。これが N 回の内訳になりますよと。で、先ほどねコインの場合を考えてもらえればいいわけなんだけど、このコインをね3回投げて表が1回出る場合っていうのは丸×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 丸という風なね場合があったわけじゃないですか。同じようにこの A を K 個、A バーを N-K 個並べたものっていうのは、ね、順番としてはいろんな順番があるわけなんですよ。ね、いろんな順番がある。でも、いずれの場合においても、1個あたりの確率は一緒と。どれだけって言ったら、この A が起こる確率っていうのは P なわけでね。それぞれ P。ね、確率 P で起こるから。P で、A が起こらない確率はって言ったら、それぞれ 1-P なわけですよ。ね、1-P。ということは、この P を K 個かけて 1-P を N-K 個かけるわけだから、1個あたりは P の形状かける 1-P の N-K 乗と。ここの部分に対応してますよね。だからここが1個あたりの確率を、1個あたりの確率がここに来て、じゃあ NCK って何って言ったら、この K 個の A と N-K 個の A バーを並び替えてあげた順列の総数と。これが何個あんのということなんだけど、この求め方としては順列の総数、このように対応することができるわけです。よろしいですかね。大事なのはこの N 回の内訳っていうのを見てあげることによって、1個あたりの確率を求めて、じゃあそれが何個あんの、順列の数、このね手順で必ず解けます。まあ、実際にカッコ2番見てあげると、サイコロを4回投げたとき、1の目が2回出る確率はと、4回同じことしてますよね。じゃあその内訳はって言ったら、そのうちの2回が1の目、ね、2回が1の目。で、残り2回は2から6、まあ、X としましょう。2回が1、それ以外が2回と。こういう内訳になってるわけで、じゃあ、この確率を考えていきたいわけなんだけど、まず1回あたりの確率を考えてあげる。1の目が出る確率っていうのは6分の1、6分の1。で、1の目が出ない確率っていうのは6分の5、6分の5。ということで、1回あたりの確率はって言われたら、6分の1が2回。で、6分の5を2回と。かけますよと。これが1個あたりだね。で、それが何個あるのかっていう話なわけなんだけど、先ほどのね、コインの話と同じで、例えば 11XX だけじゃなくて 1X1X みたいな、こいつを並び替えてあげたものも全部1個あたり6分の1の2乗かける6分の5の2乗なわけですよ。じゃあそれが何個あんのっていうふうに考えたら、これは当然この並び替え 4C2 ですよね。
4箇所のうち1が入る2箇所を選んであげればいいわけだから 4C2 と、あとはこれを計算してあげて216分の25というふうに求めることができるわけです。まあ結局ね、出てきた式っていうのはこの公式と同じ形にはなるんだけど、公式を覚えなくてちゃんと一個ね、理解しながら式を立てることによって絶対にね、忘れないし、しかも応用が効くようになると。早速ね、応用問題見てみましょう。サイコロを6回投げたとき、1の目が1回、2の目が2回出る確率はと。この問題のね、ミソは、1の目が1回、2の目が2回。で、この6回の内訳ね。6回の内訳として、それ以外が3回出るわけ。すなわち、今までだったら、ね、A が警戒。で、A か A じゃないか。その2択だったからこの公式が使えたわけだけど、今回は1の目が出るか、2の目が出るか、それ以外の目が出るかっていう3パターンがね、あるわけだよね。その3パターンのそれぞれの回数が与えられた時の確率っていうことで、まあ、反復試行の確率の、公式をそのまま使う場面ではないわけね。そのまま使えるわけではない。で、ちゃんとね、意味を抑えてない人っていうのは、もうその時点でお手上げになってしまうわけなんだけど、ちゃんと意味が分かれば簡単ですよね。まずは、この6回の内訳を考えてあげると、まず1の目が1回出るわけだから、まあ、内訳としては1。と、2の目が2回。で、残り3回が、まあそれ以外の目。X としましょう。6回の内訳がこのようになると。よろしいですかね。で、1の目が出る確率っていうのはこれ6分の1ですよね。で、2の目が出る確率っていうのは6分の1。で、X、まあ、すなわち3、4、5、6の目が出る確率っていうのは、6分の4の3分の2ですよね。よろしいですかね。それぞれが出る確率はこのようになってますよと。じゃあ、この、まあ、順番っていうのは後で入れ替えるとして、とりあえず6回投げたとき、1、2、2、X、X、X の順番で、サイコロのね、目が出る確率はっていうふうに言われたら、6分の1ね、1の目が1回なわけだから6分の1の1乗。と、まあ、2の目、6分の1が2回あるわけだから、6分の1の2乗。まあ、もちろん6分の1の3乗ってまとめちゃってもいいんですけどね。6分の1の1乗と6分の1の2乗と3分の2が3乗と。3分の2を3回かけますよと。これが1個あたりの確率になると。で、全く同じようにこのね、122XXX の部分が例えば、まあ、1X2X2X みたいな感じで並び替えたものね、並び替えたものも当然その確率っていうのはこのね、1個あたりの確率等しくなるわけで、じゃああとはこれが並び方として何個あるのって言ったら、結局この6つを並び替えてあげてできる順列の総数になるわけじゃないですか。まあ、あとはね、まあ、この6箇所の中から、まあ、並び替えた時に1が入る場所っていうのは6箇所と。で、残りね、5箇所のうち2が入る2箇所を選んであげればいいわけだから 5C2 と。まあ、残り3箇所に X を入れましょうっていう話ね。だから 6×5C2 個、順列が出てくるわけだから、結局この答え計算してあげると243分の20という風になるわけです。よろしいですかね。こんな感じでちゃんとね、反復試行の確率を丸覚えせずに意味を理解することによって、この公式が使えないね、まあ全然形違うじゃないですか。でもその本質っていうところをそのまま応用してあげることによって、あ、6回の内訳ってどうなってんだろうな、あ、1個あたりの確率ってことはこういう風になってるんだ、じゃあそれが何個あるんだろうっていう風に順番に考えてあげることによって解けるようになると。これでもう皆さんね、反復試行マスターになったはずです。他にもいろんなね、反復試行の確率だったり、あるいは他の問題だったりっていうのを解きたい方はぜひね、徹底基礎講座開講中ですので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。今後もこういったね、勉強になる動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってしようっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。